ようこそ手塚治虫全巻チャンネルの何よしでございます。今回はですね、手塚治虫の隠れた傑作地球を飲むをお届けいたします。本作はですね、いろんな意味ですごい作品になっております。この作品はですね、あらゆる要素がぶち込まれた作品でありまして、まあ一言でどんな作品かを表現できない作品でもあるんですね。文明社会の崩壊、金融経済、社会風刺、そして戦争あり、女の復讐劇ありと、ラブストーリーもありですね、大人のエロスもあるというね、スケール感の風呂敷の広げ方というのはもう半端じゃないんですね。それでもですね、あえて一言でこの作品語るとすると、あの立川談志が最も好きな手塚作品と、言われているのが本作であるということですかね。余計どんな作品なのかわけわかんなくなったかもしれませんが、今回はですね、そんな作品を、掘り下げてご紹介いたしましたので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルでは手塚さんも関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編いってみましょう。さあ、本作はですね、ビッグコミック創刊号である1968年の4月号から連載された、いわゆる大人向けの作品となっております。これまでのですね、少年漫画を主戦場としてきた手塚治虫が大人向け漫画にですね、本格参入した作品でもあるんですね。この後ですね、ビッグコミックでは地球を飲むを皮切りに、IL、キリヒト参加、アヤコ、バルボラ、シュマリ、ムー、ひだまりの木、そして絶筆のね、グリンゴに至るまで大人漫画の傑作を書き続けた媒体でもあるんですね。さらに同時期にはですね、プレイコミックで人間昆虫記も書いておりますから、もうこの時期のね、作品っていうのはもうたまりませんね、僕はね。本当、超傑作揃いになっております。しかもですね、地球を飲む執筆時はですね、青年漫画だけではなく、ドロロー、アトム、今昔物語、火の鳥、ノーマン、グランドールとね、まあ多種多様なものを連載しておりまして、ガムガムパンチなるね、幼年向け漫画も連載しておりますから、あとそうですね、人間ども集まれという大人漫画も同時連載しておりましたので、もうとんでもなくね、驚異的な守備範囲とバイタリティを持ってね、手塚先生はこの時期っていうのは、執筆されておりました。あまり語られていないことではあるんですが、まあ、あらゆるジャンルをね、網羅するというこの振り幅の大きさこそが手塚治虫の真の恐ろしさだと、僕は思っております。全年齢対象にですね、それぞれに連載を持っていたというのはですね、まあ、これはね、もう尋常じゃないスキルですからね。しかもこれでね、この時期は手塚治虫がスランプと言われていた時期ですから、もうもはや意味不明なんですけれども、何がどうスランプなのかっていうのはね、別動画もありますので、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。さあ、話がですね、だんだんちょっと横道それて、とっちらかってまいりましたので、ここら辺の話をしだすともう止まらなくなりますので、早速地球を飲むの、あらすじをねご紹介したいのですが、冒頭にも申し上げたように、いろんな要素がね絡み合って、もうとんでもないことになっておりますので、とても簡潔には申し上げられませんし、紹介するにはね、ネタバレも含んでしまいます。ですので、ネタバレ NG の方はですね、もうここで止めていただきまして、ぜひそのまま本作の方を読んでいただければと思います。さて、そんなとんでも作品をですね、まあ、あえてシンプルにご説明いたしますと、写真を一目見ただけでも虜になってしまうゼフィルスという絶世の美女がいるんですが、まあ、あらゆる男どもですね、彼女の虜になってしまう中、ゼフィルスの美しさ、性欲に全く反応しない男というのがね、たった一人だけ現れるんですね。それが日本人の関五本松という男なんですが、彼は女よりも何よりも酒を愛しておりまして、絶世の美女ゼフィルスでさえも、落とせないある種の変人なんですね。そんなね、女や金といった欲望に惑わされない五本松に対して、あらゆる男を虜にしてきたこのゼフィルスがですね、徐々に、この五本松に惹かれていってしまうというね、
お話になっております。しかもですね、さらにゼフィルスには男に惚れてはならない鉄の掟というのが存在しておりまして、その理由が一体何なのかというね、そしてここから、物語が加速度的に急展開していきまして、世界規模の大復讐劇にまで発展、そして、金融システムの崩壊などありえないぐらいのスケール感が広がっておりまして、もはやもう何が何だかわけが分かんなくなるというのがね、本作の大まかなあらすじになっております。さあいかがでしょうか。序盤の展開はですね、非常に興味深いですし、設定も秀逸な設定だと思います。おそらくですね、アメリカの SF 作家ラファティというね、作家の短編の一部の影響を受けていると思われますけれども、序盤の物語への没入感というのはね、もうさすが手塚治虫ですよね。ぐいぐいと引き込まれていきます。ですがもう最後にはですね、もうだんだん広げた風呂敷がね、もう畳めなくなって、もうしっちゃかめっちゃになって終了してしまうというね、いわくの作品でもあります。これらの件に対しましてですね、手塚先生は後書きでこう述べておられます。青年コミックという新しいジャンルを始めるにあたり、他の作家は読み切り短編を依頼されたのに、自分だけ長編という注文に戸惑い不満だった。そして危惧した通り、物語が広がりすぎてしまい、中だるみに陥ったので一時読み切り形式に変えたと、コメントしておられます。このようにですね、先生自身もこうなるヤバさというのはですね、もう最初から感じていたようで、それでもやっぱり見切り発車的にね、連載をスタートさせておりまして、最後にやっぱり、心配していた展開になってしまったというわけですよね。しかしですね、とある評論家の方はですね、この本作のね、中だるみが最大の見どころと、語っているようにですね、中盤の手塚先生のね、瞑想加減というのは本当に注目であります。いきなり短編形式になったりですね、主人公が突然変わったり、手塚先生の実験と、試行錯誤が入り乱れた苦悩といいますかね、このある種の貴重な展開というのが、拝めることができる作品になっております。本作のテーマがですね、男に復讐をするために金の価値を暴落させるという壮大なテーマがね、うちにあるためにですね、その中だるみを防ぐために手塚先生は短編形式に変えたり試行錯誤しているんですけれども、まあそもそもですね、設定がでかすぎるでかすぎちゃうんですよね。男に復讐をするためにですね、社会の金融システムを破壊するって、もう動機に比べてですね、望むものが巨大すぎてちょっとついていけなくなっちゃうんですよね。おそらくあの男女の復讐劇という漫画の中でもですね、もうこれはもう世界トップクラスにね、もうべらぼうな復讐劇なんじゃないかなと思います。地球破滅者の部類のね、ものと比べてもね、もうトップクラスの動機だと思います。ちなみにですね、このゼフィルス一家が母親から託された男性に復讐する遺言というのは、1に金の価値を暴落させなさい、2に法律と道徳という規範意識を破壊しなさい、3番目に世の男性という男性を殲滅させなさいという内容になっておりますが、どっかの国王ですかっていう内容ですからね、これね、もうすさまじい風呂敷の広げ方にですね、もはや回収不能になってしまってですね、手塚先生お得意の書きたい欲求だけがこぼれ落ちてしまうというね、まあとんでも展開になってしまうということであります。連載当時のですね、1960年代後半の社会情勢といえばですね、戦後復興を遂げた、日本がですね、わずか数年で、豊かさを手に入れるというね、経済成長真っ只中にあったわけですが、まあその反面ね、金融戦争というある種の戦争の時代よりも醜い争いをしているのではないかというね、資本主義の批判というのも、あった時代であります。現に作中ではですね、国家体制に反発した市民のデモとかですね、あとは各国の機動隊が衝突する描写というのがね、ちょくちょく見られますので、ほぼ間違いなくね、ここら辺の、問題定期問題意識というのもね、手塚先生は描きたかったのだと思われます。金がね、社会や人間を崩壊させる、お金を儲けることが本当に幸せなのかというね、まあ行き過ぎた資本主義の批判と人間本来の幸せとはを問うですね、
とてつもなく壮大なテーマをですね、地球が飲まれてしまわないようにという先生のね切なる思いを含んだタイトル名なんじゃないかなということもねちょっと感じさせてくれますよね。そもそもですね菌が人間社会を狂わすとかね、菌が幸せと自由を人々から奪っているというね、だから菌の価値を暴落させなさいというこの発想自体がもうえぐいですよね。超大量の金塊をこうばらまいてですね、金の価値を暴落させて貨幣経済の崩壊を起こすというね、まあ一見すると途方もない展開ではあるんですけれども、まさにこれはですね2021年の現在のね、金融緩和政策そのものでありますから、まあこれは非常に驚きですよね。ちょっと背筋がねゾクッとさせられますよね。現在のアメリカの FRB や日銀がね経済対策として無尽蔵にお金をすりまくっていますけれども、それってこのね地球を飲むの、金をばらまくということとね全く同じですからね。そもそもお金というのはですねただの価値の交換手段なだけでありまして、まあそれ自体にね価値があるわけではない、いわば幻想なんですよね。そのお金にあたかも価値があるようにみんな錯覚をしてそれを求めているというね、そういう価値のないものに群がってしまう資本主義経済が抱える金融社会の脆さ、これをですね1960年代後半に想像していて漫画化しているという手塚治虫の凄さですよね。実際ですね2021年現在はですね、ビットコインであるとかブロックチェーンに代表されるような信用経済というのがね、到来しておりまして、まあ、お金のあり方を根本から見つめ直す動きというのが世界で、活発化しております。手塚先生もですねさすがにブロックチェーンのね出現というのは予言できていなかったでしょうけれども、この貨幣経済の崩壊という着想はもう見事であります。金をばらまいて経済を崩壊させるなんていうね、ネタはですね子供の時にはもう全く理解不能でありましたが、まあ、大人になってねこう読み返してみるとなんと凄まじい漫画であったのかというのをね思い知らされますよね。ちょっとエロもありますし、さすがあの立川談志がうなるだけのことがあるという漫画になっております。非常に現代的なテーマ性も兼ね備えておりますので、ぜひこれをですね、多くの方に、読んでいただきたい作品になっております。そしてこの地球を飲むというタイトルですが、この作中のね、五本松がもう大の大酒飲みでありまして、地球を飲み込んでやるというセリフがね、ありまして、そういうタイトルなのねと思ってしまうんですけれども、まあ、先ほどもねちらっと触れましたが、地球が飲み込まれてしまわないようにという解釈もね、捉えることができる作品だと思います。実際はね手塚先生の真意は、まあ、どこにあったのか分かりませんけれども、これを読まれた皆さんはどう感じられましたでしょうか。両方の意味の他にですね第3のメッセージが込められているのかもしれませんが、まあ、もしよければですねこの地球を飲むというタイトル、皆さんの解釈もコメントしてみてください。本当はですねもうまだまだこの作品読み込むポイントというのがたくさんあるんですけれども、まあ、時間の関係上ですねここら辺で今回は締めたいと思います。読む人によってですねいろんな解釈ができそうな本作、人類の文明の行く末を案じたともいえる手塚治虫の大人漫画の傑作、地球を飲む、概要欄にリンク貼っておきますのでぜひご覧になってみてください。このチャンネルでは手塚治虫関連情報を偏って配信している手塚治虫専門チャンネルでございます。過去動画にもね、たくさん手塚作品を紹介しておりますのでぜひご覧になってみてください。そして学校関係、図書館などにですね、教育機関、病院など医療機関にブラックジャック全巻を寄贈させていただいております。応募詳細は概要欄にありますのでご覧になってみて応募してみてください。ノートも更新しております。概要欄リンクよりご覧いただければと思います。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。